アザレアは、新日本海フェリーが運航するフェリーである。三菱重工業下関造船所にて建造され、2017年6月28日に、小樽新潟航路に就航。船名は、筒子か筒ジ族に分類される、西洋筒ジの和名アザレアに由来する。一番線のラベンダと元船の就航により、それまで小樽新潟航路に就航していたライラック、ユーカリを、 鶴が新潟北苫小牧東高路の気候便へ、転廃し、最古産のフェリーアザレア、フェリー白樺を置き換えた。浸水式では、バイオリニストの千住マリコが質な切断を行った。2018年5月には、省エネ線形や高効率推進システム等による、船体抵抗の低減と推進効率向上を、評価され、シップオブザイヤー2017、大型客船部門を受賞。 2020年には、姉妹船ラベンダと共に SOX スクラバーを搭載し、ファンネルが大型のものに変更された。ラベンダあの同系船である。ラベンダ船内と異なる設備の相性は以下の通り。専用テラス付デラックスルーム A が12室像の32室となるなど個室を増やし、新設のペット同伴室を含む全116室を設置。 先に建造された水泉、スズランと同様に大部屋寝台家で、プライベートベッドとなり、従来の二等は質はない。小樽港に停泊するアザレア設置両線のラベンダと、同様に、最上層6階の展望浴室には、露天風呂を設置するほか、プロムナードシアタールーム廃止並びにゲームコーナーの大幅縮小により、従来のフェリーよりも、客室スペースを広く取る。ありがとうございます。